週1から通称 OK。 こんにちは、アイワークスの今井です。今日はアイワークス神戸三宮がどんなところなのかを紹介していきたいなと思います。いきます。今日はですね、利用者さんも職員も誰もいない一人出勤の日なので、撮影がしやすいですね。なんだかんだまだやっぱり見られてるとちょっと緊張したり恥ずかしいなっていうのが、はい、ありますの で、はい、でアイワークスは3階です。はい、エレベーターを降りますとこっちにトイレがあります。で、反対側に入り口があります。ちなみになんですけども、初めての方とか業者さんが入ってきづらいかなということでインターホンをつけたんですよね。ほぼ誰も使っていません。はい、ではまず最初に訓練室をご紹介します。利用者の皆さんが一番長く過ごす場所なんじゃないかなと思います。こんな感じです。はい、個別ブースもあります。人とちょっと距離を置いて落ち着いて集中して作業したいなという時にご利用いただいています。次に面談室です。利用さんのお話を聞いたり、見学の方が来られた時にこちらでご説明したりします。実際入ってみるとこんな感じです。はい、次は執務室ということでですね、はい、こちらの部屋は主に職員が使っていますね。机があったり電話があったり、あと、職員のロッカーなんかが置いてあります。じゃーん、給湯室もあります。お湯を沸かしたり洗い物もできます。はい、こんな感じです。アイワークス神戸三宮見学体験随時募集中です。お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。いかがでしたでしょうか。今後も障害×仕事を中心に配信してまいります。チャンネル登録よろしくお願いします。